俺もちっとそういう服着てみるか。ほら、ギャップが大事だってよく言うだろ。いや、こういう服は着ないで。皆さん、こんにちは。ただいまのアイルトン時刻は2020年5月15日、金曜日の午後5時24分です。さて、本日は一つだけ特別なお知らせがあります。お。なんと、人気ミュージシャンのトタキキさんがこのアイルトンに遊びに来てくださいました。お、早速来たんや。しかもトタキキさんは本日私たち住民のためにスペシャルライブを届けてくださいます。ということで、今から直接ライブ会場におつなぎしますね。何？中継？では、トタキキさんライブをお楽しみください。おー、なんかすごいね。おー、来たー。やあ、アイラトの皆さん、今日は僕を呼んでくれてありがとう。いつだったかここによく似た素敵な無人島の夢を見た気がするんだ。ここも元は無人島だったと聞いたけど、もしかしたらここがあの夢の場所なのかもしれないな。人も島も生き生きしていて、いろんな仲間が集まりたくなる。そんな魅力を感じるよ。なんか風太くんまでおるんやけど。一人で長々喋っちゃってごめんな。もうそろそろ演奏を始めようか。なんで風太くんおるのにさ、あさみさんとかきにおさんとか呼んであげんの？それじゃあ聞いてくれ。な、ちょっと消えたんですけど。今さ、この島で集まってないのあさみさんときにおさんだけじゃない？かわいそう。急激な暗さ。どうした？日が沈んだの一気に。あ、すごい。すごい。動物の森の曲やん。これはなんていう曲名なの？すごいね、なんか。てか近くね、みんな。いや、でも路上ライブとかってこんなもんかな。たまにね、あの街中で路上ライブとかしよったらね、なんかこう集まって見よったりする時もあるんよね。すごい桜が。これ季節によって違うんかな、もしかして。夏、秋、冬とかやったらなんか別やったりする。あ、もしかしてコロナ禍で季節が巡っていきうる？ね、桜から普通に新緑っぽい感じになった。次はもみじかな。ん？あ、ほらほらほら、やっぱそういうことか。なるほどね。なるほどね。うんうん。これなんて言えるかわかるかなって思ったけどわからんね。でもなんか同じこと言えるような気はする。あ、雪の結晶になった。引っ越してきたばっかりでライブに参加できたカジロウ、めっちゃいいやん。超いいやん。お、流れ星。まあ、とりあえず一旦ここでストーリー自体は終わりっていうことよね。これからは、まあ、島をいろいろと開発していくというか、クリエイトしていくっていう段階に入っていくわけやろ。素晴らしい。素晴らしい。どうもありがとう。それじゃあまた。もう去っていくんすか。もうびっくりした。何、タヌキッチ。どうもどうも、アイラさん。トタキキさんのライブ楽しんでくれたかな？念願のライブを実現できて僕はとっても幸せなんだもん。今日のこの特別な日の思い出にライブで演奏されたみんな集まれのミュージックをプレゼントするだなもん。あ、みんな集まれっていう曲なんや。なるほどね。ありがとう、嬉しい。ミュージックを再生できるオーディオの家具があれば聞けるから音楽を楽しんでちょうだいね。そうそう、それとね、トタキキさん、この島のことをとっても気に入ってくれたみたいなんだもん。それでこれからも毎週土曜の夜にライブに来てくれることになったから、アイルさんもお楽しみに。おー、めっちゃいいやん。それにしても、無人島だったこの間島がここまで発展してライブまでするようになって、すべて移住パッケージに参加してくれたアイナさんをはじめとする皆さんのおかげなんだもん。今後も末永く楽しく暮らせるアイナ島でありたいから、期
き続きよろしくね。それでね、暮らしやすいよ島づくりのサポートの一環として新しいアプリも開発したんだもん。アイラさんにも早速送らせてもらおうね。ほうほう。お、来た。あれ？なんかポストなくなったことない？どこ行ったポスト？え？今送った新アプリ、その名も島クリエイターは、なんとなんと、たぬき開発が住民の皆さんに大胆な島の開発を許可しちゃう特別なアプリなんだもん。最初は道を作る許可だけだけど、マイル交換でいろんな種類の道から、河川や崖の工場の免許まで取り扱うからね。あ、そういう感じなんや。そこでまたマイルを使うのね。なんか、何もかも一気にできるようになるんかと思った。島の開発に慣れてきたり、もっとがっつり開発したいって思ったら、ぜひ免許を手に入れてちょうだい。とにかく、アイラ島もここまで発展したわけだから、今後の島づくりは、もっともっと住民の皆さん自身にお任せしちゃおうと思います。それじゃ、今後とも、たぬき開発とアイラ島を末永くご贔屓に。あ、ポスト現れた。どこに消えとったん？ふぅ、トタケキさんのライブを見終えて一段落。これからも毎日楽しく気ままに過ごせますように。ってことで、これで一旦、まあ、動物の森のストーリーは終わって、ここから、ま、いろいろと開発していくのと、プラス、定期的なイベントがあるっていう感じかな。あゆの様、いつもたぬき前で、あ、これは、何やったっけ、私。あ、あれか。スマホのやつや。そして、物干しスタンド。そう、これを、何やったリメイクできるかどうかは気になるよね。モニカ。ディア、アイナちゃん。ねえ、見て見て、このキュートな家具。お店で見つけて、思わず衝動買いしちゃったの。でも、あたいの部屋には置く場所がないんだよね。もしよかったらもらってくれない？フロムモニカ。え？せっかく買ったのに？てか、この便箋超かわいい。何の家具なんやろ。ちょ、待って、とりあえずこっちが。はい、スマホケースリメイクセット。ん？キットやった。で、物干しスタンド。そして、モニカからの、キュートなチェア。どんな感じ？あ、かわいい！え、めっちゃかわいい！いい！え、いい、いい、超かわいいよ。うんうん。あれよね、なんか今までの、ラブリー家具っていうのがなくなって、キュート系に変わったってことなんかな。んで、ちょっと、あ、間違えた。間違えた。なんか、鼻の観察しよる。図鑑見ながら鼻の観察しよるよ、すご。ね、今明らかに鼻の図鑑やったよね。子供と一緒にお勉強かな、人んちの庭で。あ、できんねや、物干しさんのリメイク。はい、そして。でもまだ多分空いてないのもいっぱいあるよね。まあ一年経ってないけん、いろいろと。ライブライフ。心に染みる音楽は何回聴いても最高だなもん。島の文化的な発展をもっと応援したいから、ライブを見た回数に応じてマイルを配布することに決めたらなもん。ってことで、肩書き、にわか音楽好き。たぬきマイル300マイルゲット。にわかって言わないで。まあ、にわかだけどさ。全然音楽知らんし。もうないね。やっほー、カジロー。よう、元気いっぱいだな、き。声が低い。世間話でも。天気がいい日は心なしか、体の調子もいい気がするんだよな、き。なんかあれやね、私の家の周りはちょっと、黄色と白で爽やかな感じやけど、この赤と白もいい感じやね。綺麗な感じがするよ。ねえ、ライオネル。僕の心の声が届いたのかな？待ってたよ、アイラくん。はあ、そうっすか。話しに来たよ。空の色も表情を変えて、だんだんムードが出てきたね、まさしく。なんかこの角度いいね。綺麗な感じする、景色。よきよき。あ、かわいい、これアリスのやつじゃない？ほら、なんかそこ見て入れるのもいいよね。多分それ売り寄るってことやろ？え、売ってる？あれかな、試着室に入ったらあるんかな。ここにはないんですが。今日は金曜日ですね。アイナさん、明日はお休みですか？え、私の予定ですか？私はいつもと同じようにミシンをかけて刺繍をして、いつもと同じように週末を過ごすだけですよ。飛び森の頃から思い寄ったけどさ、なんか動物の森の世界の店って休みないの？いや、一日のうちではあるけど、なんか定休日みたいなのなくない？え、あるんかな？え、アリス
スの服ないやん。ちょっとショーウィンドウに出さないではない服を。あ、あった。あった。一色だけなんやね。不思議なワンピース。かわいい。めっちゃかわいい。これにする。圧倒的にこれにする。あとどうしよう。ストラップ付きパンプス。うん、こっちの茶色の方がいいね。かわいい。もうひたすら言うけど超かわいい。かぶり物。やっぱぺったんこになるのはちょっと違うよね。って感じがするけん。うん、こんなもんかな。靴下。あ、これにしよう。ミックスツイードソックス。かわいい。じゃあこれで、買っちゃいます。不思議な国のアリス風。とってもお似合いやわ。青木に。もともと見つけたものはお家の収納に送っておくわね。ね、超かわいくない？いいね、いいね。青木に、またどうぞ。一気に現実的な服装からちょっと、コスプレチックになった。でもなんかさ、ここに飾られてるやつ着るのってさ、ちょっと恥ずかしいね。あれやん、なんかお店行ってさ、お店でこう、マネキンに飾られてるやつをそのまんま着とるってちょっと恥ずかしいやん。あ、あれは、ね、これさ、あれじゃない？キュートなやつじゃない？さっきの椅子と似とる気がする。ね。セットってことか。でも色変えたい。リメイクできるかな？全然お金ないやん。1474とか。やば。多分私さ、今、何？預けとるお金も、ゼロなんじゃなかろうかと思うのだけど。あ、ちょっと待って。木を揺すってお金落としてくるわ。買いに行きます。色が変えれるんなら変えたい。なんか、青が嫌いなわけじゃないんやけどさ、ちょっと違うかなって感じするんよね。何が乗っとんやろ、あれ。香水？はい、買いまーす。よし、オッケー。ちょ、私今、超貧乏やけん。よし。じゃあ、これで、リメイクができるかどうかを、めっちゃ観察しよるね。DIY で何か作ろうかな。リメイクしたいです。できない。マジで？青一色なの？どういうことやねん。じゃあ、とりあえず持っとくわ。モニカや。どうしたん？シャンティの家に来たの？知ってるよ、目の前にいるから。今日は眠い時にぴったりのあくびっていうリアクションを教えちゃうよ。うわぁ。って、やだ、あたいったらすごい大きな口開けちゃった。可愛いから大丈夫。あたいの奥歯に虫歯があること、絶対誰も言っちゃダメだよ。あは。まず歯が一本も見えないから大丈夫だよ。てか思ってんやけど、このパイナップルの服可愛くない？今までなかったよね。飛び盛りの時。あくびなリアクション教えてもらった。むにゃむにゃ。ハンナちゃんがお家に。ん、なんか作りよる、また。ほらね。飾ってくれとるやろ？もっとこういう系統の部屋にしていただきたいんよね、私は。どうも。間違えた。どうも、ハンナちゃん。よっしゃ、なかなかいい感じだね。あ、ごめんごめん。こっちの話さ、立ってね。何してるの？何ってあんた、アイアンガーデンベンチを作ってるのさ。あ、ベンチはなかったかな。こういうのは勢いが大事だからね。作ろうと思った時に一気にやるのがいいんだよ。脇目も振らずに DIY やってる時ってさ、バイクでかっ飛ばすのとなんか似てるんだよね。こういう言い寄ることはワイルドな感じやのに、なんでこんなポップな部屋なんやろうね。そうだ、あんたも作ってみるかい？アイアンガーデンベンチでよければ作り方を教えてあげるよ。だってね。博物館のところに置きたい。お願いします。へへ、そういうこともあろうかと、先にレシピを用意しておいたのさ。さ、遠慮なく受け取っておくれ。ありがとう。自分で作ってみると、なかなか楽しいよ。ああいうのは器用そうだし、うちよりうまく作れるかもね。だってね。作りたい。材料何がいるんかな？鉄鉱石と、あと何かいるかな？アイアンガーデンベンチ。お、いい感じやんね。あ、鉄鉱石だけや。作ろう作ろう。とりあえず二つ作ろう。二
2つ作って、あの博物館の左右に置きたいなって前から思いよったんよね。何やってるの？壁に行き当たってる。あ、なんかサンドイッチ持っとる。はい、作ります。アイアンガーデンベンチを2つほど。個数を指定させてくれよ。置く場所あるかな？なんか自分が思っとる風にならんかったらどうしよう。めっちゃ思ったんやけど。はい、オッケー。会話を始める？そんなことはなかった。そんなことはなかった。よし、じゃあこれを置いてきまーす。こっち側。リンゴの木をへし折りますか。ってことで、まあ、一個この辺置いとくやろ。よいしょ。なんか博物館周辺ってこういう感じじゃない？私の中での雰囲気こんな感じなんやけど。そんなことない？んーで、ここを、ちょっと斧で、伐採していきまーす。よし。久々に木を伐採した気がする。よいしょ。あ、前にさ、買うかどうかちょっと悩んだ猫車ここに置いたんよ。なんとなく。んで、これを掘り起こして、よいしょ。んで、ここにもう一個のアイアンガーデンベンチを。めっちゃいい感じじゃない？位置は合っとるよね、ここで。もう一個後ろとかでは、うん、ここやね。オッケーオッケー。こういう感じ、こういう感じ。いや、なんかあれだよね。噴水の周りにベンチっていうのもありかなとは思うんやけど。いや、でも今はこれが理想な気がする。私の中で。私の中で。よし。オッケー。なんか話しよる。なになに？え？スマホ取り出してなんか話しよったん？あ、目か。お話ししよう。なんかあれやね。ちょっとポップな感じやね。かわいい。みんなそれぞれスマホの柄が違うのもかわいいな。へえ、不思議のワンピースか。褒めやそういうのがよく似合うよな。お、そういうちょっと服装を褒めてくれるとか、いい男やんね。俺もちっとそういう服着てみるか。ほら、ギャップが大事だってよく言うだろ。いや、こういう服は着ないで。ちょっと、似合わないと思うの。あれやね、会話が終わった時に私が話しかけてしまったのね。会話に入っていきたいと思ったのに。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、トタケケも島に呼べたし、今度からはあれか、地形ごと変えていけるわけだね。あ、でも一応最初は道からってこと？頑張ろう。